こんばんは、松田玄太です。今日はですね、この OBS のエンコーダーを入れて初配信になりますが、Google、Twitter、Instagram とか、急上昇ワードとかトレンドについて考察をしていきたいと思います。いや、まあ僕なりの考察なのでね、まあ皆さんがどう思うかはわからないですけども、やっていきます。まあ、まず Google トレンドなんですけど、まあベスト5ぐらいにしようかな失礼しました。ベスト5ぐらいの、気になるもの、僕なりに気になるものを言ってみたいと思います。で、最近の急上昇ワード、ヘズマ流、なんだこれ。はじめ社長は迷惑行為いや、これはまあ置いときましょう。もうこんなんいじってもしょうがないですからね。ドラクエタクト、まあアプリですよね、俺多分。違うのかな、ちょっとようわかんないな、これ。調べてみよう。ドラクエタクト、まあみんなやってるゲームだね。あつ森みたいな感じかな。はあ、こんなおもろいんかな。そして次どんどん行きましょう。あゆちりな、あゆちりな妹逮捕、シャネルルイージロゴしよういやもうね、会ううちりなさんといえばツイッターじゃねえや、 TikTok やってますよね。本物ですみたいなことやって歌ってましたけどね。会ううちりな関係ないじゃんみたいな。なぜ会ううちりなが検索される。まあね、そういうことありますよね。なんか家族が悪さすると、まあちょっとかわいそうだよね、こういうのって。まあまあ、続きまして、大阪府コロナ。大阪府コロナ、千里阪急の従業員が感染。もうね、これね、コロナについてはいっぱい話したいこといっぱいありますよ。こんなんさ、検査せなんていう話ですよね。まあ今皆さん言ってますけど、まあ なぜ検査しないのかなっていう。まあ僕、5月だっけ4月に安倍さんが発表した時から僕はずっと言ってますけども、コロナなんで検査せんと、今後のデータにもならんし、今のその現状把握してなきゃ対策できないでしょっていうね、いうこともありますよね。なぜ検査しないんでしょう、日本は。今海外は2000円ぐらいでデータ取れるし、そのスピードもね、数時間2時間ぐらいで検査できたりしますからね。ここに補助金出してやるべきであって、なぜ、GoTo キャンペーンとかGoTo トラベルみたいな、そういうなんかキャンペーンを敷いて、やるのかなと。ここの辺は皆さん言ってることなんでね、僕が言うことでもないですけど、専門家でもないので。まあただちょっとそれの辺はね、考えた方がいいんじゃないですかね。 GoTo キャンペーンは観光ヘイトを招くだけ。まあそうですよね。まあそんな、Google トレンドの、何GoTo トラベルっていう言葉も出てきてますね。次行きましょうか。コロナ東京。コロナ東京と休業要請踏み込まず、コロナ警戒レベルは最高。まあこの辺も曖昧ですよね、やっぱり。前の時はなぜ休業要請したんだみたいな。これ広がるで、本当に。
もうそもそもそのいろんな補填、わけのわからん補填をやめて、各県とか各市とかでもやってるじゃないですか。そういうのやめてね、何 GoTo トラベルとかもやめて検査せな。これもう年ベースで引っ張るだけでしょ、こんなことやってても。もうね、最初の頃はもう散々僕も Facebook、YouTube とか SNS 使って配信してましたけど、もうね、さすがにね、なんかどうでもいいわみたいな気になってきましたね。ほいで、僕海外から帰ってきたんですよけど、14日間毎日厚労省から電話かかってくるわけですよ。あのね、海外から帰ってくるのに3回検査して20回以上問診した人のデータを毎日体調どうですかって言ったって何のデータになるのって話ですよね。まあ、コロナ対策はね、すべて東京都じゃない、日本は完全に失敗ですね。もうなんかそんなに広がってないじゃないか、日本の凄さとかなんか途中で言ってましたけどさ、そんなん思っとった？本当僕は全く思ってないですね。まあこれこだわっててもしょうがないので続きまして、日産アリアで初の EV 専用車、テスラと戦う日本初。まあこの辺もね、テスラ強いですよね。まあそのだって何、アメリカってその期待度にお金をかけれる国じゃないですか。日本って期待度にお金をかけれないから、このやっぱ資本の集まり方が違いますよね。株価の上がり方というか、この企業はもういけるはずだみたいなとこにお金をかけないので、こうなんだ、リスクばっかり気にしちゃってリスクを取らないみたいな感じありますよね。そんな企業がいっぱい、まあ、そんな国民性と周りにそういう人たちがいっぱいいる、国と、このリスクしか考えない国ではやっぱりね、差ができてしまいますよ。なんでこのテスラがもうトヨタに追いつきそうだみたいな、もう販売台数で言ったら全然違うわけですよ。全然少ないんですけど、で、ニコラっていう会社もできてじゃないですか。ニコラっていう会社、車1台も売ってないのに、時価総額3兆円ですよ。それって、アントプレナーシップですよね。やっぱリスクを取らない。というところが関係あるのでね。まあ、テスラ。イーロン・マスクどうなんでしょうか。いい感じだとは思いますけども、次行きましょうか。次、これなんて読むんだろう。桜あやねさん。ちょっと検索してみよう。読み方違ったらいかんからね。桜あやねさん、あー合ってるね。桜あやねさん、桜あやねさん、声優、YouTuber なんだ。フワちゃんの同級生、はあ、なんだって。その人が何、あいつ今何してる？テレビ初告白、YouTube 芸人フワちゃんの同級生だった、それを告白したの。でもどうでもよくないこれ。
大体あのフワちゃんって帰ってきてから覚えましたけどね僕。まあ篠原ともえみたいだなと思った。バンクシー地下鉄で落書き消される、なんかこの辺もなんか海外もなんか日本っぽいんだなみたいな。まあまあこれを許したらね全部許すことになっちゃうから消すしかないのかもしれんけど、まあ、バンクシーなんてすっげーね。まあまあそんなとこですかね。あと気になるのをちょっと今のトップランキングですけどもちょっと気になるとこ行ってみましょうかね。カチカチうるさい。ツイッターのトレンド行ってみましょうか。ハッシュタグ東京228人1位ですね。これ確実に2波、 GoTo とかやってる場合じゃないだろう。まあ2波が来るのって分かってたじゃん最初から。だから準備してんでしょっていう話ですよね。こんなん準備してねえの。コロナについては語ることが多いね。もうなんか一言じゃ終われないというか感じがしますよね。これなんだろう、なんて読むんだろうこれ。K ミックスダブル、ちょっとわかんないこれ。K ミックスで合ってんのかなこれ。わかん、違うな。これ違うよね。なんだこれ。このトレンドちょっとよくわかんないっすね。やっぱりここは翔さんが一肌脱いでうなものキャラ音声やるしかないなんだって。ちょっとこれわかんないです。すいません、調べてもわかんない。ぜひ教えてください。まあこれドラクエタクト、ドラクエウォークってどうなっちゃったんだろう。ハッシュタグヒルナンデス、まあ昼だからね、昼だから昼なんですこれ。ハッシュタグのリアルタイムだもんね。今日にしようか、今日のハッシュタグにすると。まあ今日じゃダメだ、昨日にしよう。昨日乃木坂 46ANN 何じゃ俺。パクパク美味しいポケチキ、急にふわって上がるんだね時間で。ファミマ、派遣の品格、派遣の品格って終わったんじゃないのかな。なんかテレビの番組名が多いんですね、ハッシュタグ。明けの水獣じゃねえ、水曜のダウンタウン見るの忘れた。アイドルで言えば1位は二宮。ツイート数は450で1位なんだ。出越優也。170で3位。
男性有名人ですね。トラビスジャパン。あら、小室哲哉も入ってきてますね。あ、なるほど。乃木坂の作曲を小室がやったんだ。はあ。それはちょっと上がるね。まあ、僕も小室世代ですからね。小室世代ではないけど、これは上がりますよね。まあこんなとこでしょうかね。一応トレンド的にはこれをね、あのちょこちょこ、やっていこうと思います。あの毎日のトレンドとか見ながら、やっていきますので、まあ僕なりの考察、一言コメントみたいになっちゃいますけど、ぜひ見ていただけるとありがたいなと思います。では今日はこんなところで、終了したいと思います。これについて話してほしいとかコメントありましたら、ぜひコメントいただければありがたいです。では、失礼します。